さあ、今回のゲストはスペシャルでございます。なんとですね、国民的シンガーの愛のお母さんです。イエーイうれしい <laughs> !I love you!I love you too! <laughs> バーバラ・上村さんです。h e l l o もう本当ねお会いするだけでハッピースマイルになりますすごいオーラですけどもね嬉しいですやばーバら愛が大活躍でもう国民的シンガースターになりました感謝感謝はいそうですいかがですかこの愛の活躍見ってお母さんとしてはもうすごいもう変わらないちゃんは本当は。 青<あ>とねもう変わらないけど、うんうん、見るとすごいもう <laughs> テレビ出たりラジオ出たり、うん、ライブやったり子供二2人育ってる、うんうん、もうすごいね<え>感謝とあとなんなそん尊敬してる愛ちゃんにまた今「朝の連ドラ」の主題歌歌ってねまた愛の魅力が広がりましたよね、はい、です 全然違うの,うあの私朝ドラマ見たことないでした前ね <laughs>、えー、でも今毎日3回見てる三 <laughs> 回見てだって主人と7時半まず見て、うんえー、それから8時また見る朝 <laughs> で見てなかったら夜の11時見る <laughs> もう本当にあに違うねねえ<ー>ほ、うん、にでも愛の 歌というのは、みんなを笑顔にハッピーにする、すごい力がありますよね。ですね。あの、もう街歩いても、人がそういうこと言うです。うん、ね。もう朝、じゃ、見るとね、元気が出る曲とか。うん、そう。もう私も嬉しいです。ねね、今暗いニュースばっかりだから。ね。だから。ね。特に愛ちゃんのね。うんはい、歌というのは、ここに響きました。そ<う>さあ、そんな。 偉大なお母さんですが <laughs>、はい、そうです。<laughs> バーバラ上村さん。<laughs> あのバーバラはイタリア、はい、出身。そう、まあお母さんはイタリア人です、うん、ねうん、うん。で、前お父さんが。お？96歳になったままの2月を祝い。ああ、アメリカ行かれたんですか。アメリカ行って、もうそれのためにママ96元気。元気。元気いつも笑ってるバ。 <laughs> すごいよだからそうなんですねじゃあバーバラはそのアメリカ生まれ育ちですねはいロサンゼルス,ロサンス5歳から5歳36歳まで歳へえ <laughs> でもともといやも々とダンサーじゃなくて7歳からタップダンス習いましたけど趣味でずーっとあのタップダンスジャズダンス続けました それで鹿児島でやってましたけどもともと普通の仕事銀行マンの8年間とか、えー、衆議院の秘書とか、うん、普通の仕事やってましたずっとあそうなんだはいで久しパパとはでもアメリカで出会ったそうですどんな出会いだったんですか、ね、あの私不動産最後に仕事ですげえいろんな仕事やってて、はあ、不動産で私の社長のお客さんでした はで社長があの結婚するからひさし読んでましたうん、うん、僕の結婚式来てください彼女連れて、えー、でアメリカの習慣はカップルで行くのね結婚式、はいえー、いや僕は彼女いないって、うん、で社長が勝手にねあうちのバーバラと一緒に行ったらって。 見たもう久しぶり事務所から出て私にずっと見てるなんで見てる私のことかなと思って、ええ、でシャチがバーバラ頼むねもう私いいお客さんだけ一緒に行ってください私の結婚式 <laughs> その前にご飯食べに行ってそれからずっと1年間付き合ってたうわでどういう経緯でその結婚まで行くんですかいやただ ずっとデートして1年間で、えーはい、であの久しがあの東京日本に来る遊びにあいいよって<ー>そして私来たら久しも行った東京にであのホテルチェックインしてで彼が結婚しますか<ー>でえ私全然何もないの何も考えてないのに、えーえー、それでああオーケー <laughs> それで それなら明日僕の,あの親と会いに行きます、うんはい、鹿児島行きますは<ー>次の日で鹿児島来たんですか鹿児島来たので私日本語わかんないでしょ <Wow. S 2> であの、まあ、外国人ハーフみたいですけど、はい、そして親私久しぶり年上だしだからいろんなあってであの親と会ってすごい緊張じゃないですかもう私これ、ね <laughs> でもう久しぶりらしゃべって私が <laughs> で。でお父さん急にこうしました。ぱーんってね手振りぱーんってね。てねで何のことか何のことですかさしが。まあ英語で言ったら。はいはい、今年結婚しなさいって。<laughs> それで9月でしたよ。えーえー、で1980年42年前ですけど。うん もう、あと3ヶ月しかないよって。<laughs> で、もう、あの、わかったって。で、もう今年がいい筋ですって。お父さんがすごいいろんな考えしてる人たち。なるほど。縁起、縁起がいいとか。えーえー、それで、十一あの、またアメリカ帰って、親と話さないといけない。んなと。それで、11月29結婚した。鹿児島の城山で。<ー>で、終わって、またすぐアメリカ戻って。 スピード結婚ね <laughs> <laughs> でも日本の結婚式またすっごい経験でしたあ<ー>何にもわからないから、えー、ねカツラと白い顔 <laughs> でやったんだそう。<laughs> お母さんが全部決めたのね。<ー>で、私、なんで私の顔、白いペンキしてるとか <laughs> ペンキ <laughs> いや、ペンキ、こうして、こうしてな、<laughs> うわあ顔は白いとか、ね、かつら重い、そして白い着物と、まあ。まあ、文化の違いがね。ね全然 そう私の親がすごい喜んでましたけどお母さんイタリア人で何も分かんなくてお父さん日本人ですからあお父さん日本人なんねお父さん日本人静岡出身で静岡はそうそれでお父さんがもう分かってるけど私もお姉さんも何も分かんないでもう面白かったですへえでしばらくはじゃあ遠距離っていうかアメリカと久さんは鹿児島でしょ あいやすぐ一緒に会社はああの上村カンプにあったのだから久しぶりずっと何年住んでるアメリカあロサンゼルスにあったんですね彼だから私たちすぐあの、うん、結婚式終わって、うん、ハワイハニムーンして、うん、でロス戻って、うん、家買ってで<あ>3か月後私妊娠したそれが愛ちゃんそうそれで<ー>あの家買わないと、うん、ね

でもうアメリカの生活でした。で、4年経ったら、久しが急に、お父さんが鹿児島忙しいだから、鹿児島、もう1年間だけ帰らないといけないって。ああ、1年間だけだ、大丈夫ね、と思って <laughs>、何も考えないで、私、親、もう1年は早いよ、とか。もうずっと3、まあ今、38年になりました。 はあそうなんすね、はい、いや貴重なお話ありがとうございますいで愛ちゃんはじゃあロサンゼルス生まれで何歳ぐらいまで行ってんですか 2>, あの2歳半だからあの2歳までに、うん、あのロスでだから私1年3歳になると何も日本語を勉強しなくていい、はい、何もしなくていいから、うん、ただ行って帰るのつもり。はは,は もう本当にあのー、ね英語しか喋らない家庭でしたで愛ちゃん英語だけでした4歳まで4歳まではい愛は何歳の頃鹿児島に来たんですか 2>, 2歳二歳だから2年間でもう家でしょで幼稚園始まる4歳で初めて愛ちゃんが日本語を毎日聞くの だから彼女も苦労しました。もう日本語を幼稚園の時分かんなくて。そうですよね。英語だけ。で、愛は何歳まで鹿児島にいたんですかあ高校生までですね。<laughs> あの中学校卒業して。<laughs> はい、で、高校は、まあ、愛ちゃんがあの歌手決めたの中学校2年生。ははは自分の夢は子です、うんうん。それで あの勉強全然してない、勉強、私、手伝いできないし、<laughs> それで愛ちゃんが中学校あの3年生のも、もうここまでですって、学校、うん、中学校までって、は<ー>それで私、いや、私、何も言わないお母さんも、自分のこと、自分でやるけど、うんえー、その時にやっぱりここまでいかないといけないね、うん、私、アメリカ人で、義務局です、ここまで。はいはいはい アイちゃんにもうアメリカの国行ったら、うん、でアイちゃんがまあ面白いかもしれないから<は>で3か月一緒に行ってそれで、えー、あの高校アメリカでああ<ー>、はい、じゃあ中学の頃からそのシンガーは志していて<う>で高校はちゃんと出なさいということで,そうですアメリカに行ってそでしでの そうです。あのー、芸術高校見つけた、アイちゃん、自分ではははで、それの芸術高校も歌おうと思ったけど、いっぱいで、うん、ダンスの部も、うん、ダンスず,ずっと2歳からやってる。えー、で、ダンス部入って、それから、あの、私、せまあ、すごい、ボイストレーナーつけたの。<laughs> で、毎週、アイちゃん、それで、あの、えー、行かないといけないでした、ボイストレーナー。まあ、6か月間だけど、アイちゃんがもう、あの、すぐね、 ゴスペル教会入りたい<ー>小学生時ロース行った時によく行った、ええ、あのゴスペル教会ママ、うん、10歳ぐらいこれのこれ入りたいだから高校生になってもママあそこに行きたい入りたい分かったそして行ったらもうすぐゴスペル教会、はあ、3年間ね今の歌唱力はねそこから始まってるんだそう,ですそうと思います ねえ<ー>だって「アルデバラン」もねやっぱゴスペル調ですもんね<う>最後ね。ねそれ最後になんかゴスペル風、ねうん、そ,うそ,うそ,うそうかっこいい。でもあの歌唱力はババーバラはびっくりししたでしょだから私あみんなさんが愛ちゃん小さい時から歌ってたいや何も歌ってない <laughs> わ私ダンスがメインだから<ー>ダンスさせた2歳から、うん、で鹿児島ダンススクールで私作くって。はい だからダンスがメインで,で彼女歌詞なりたい、びっくりした、歌詞なる、ダンサーじゃなくて。<laughs> いや、だから自分の力、自分の気持ちで、自分で決めた。うそうですよね。はい、で、僕はあの、まあ、20年ぐらい前に鹿児島に来たんですが、その時に鹿児島出身のシンガーがデビューするということで、僕は愛ちゃんと出会ったんですよ。はい、ちょううどデフジャムってい時にに、はい、本当に デビューの頃に出会って <laughs> そっから愛ちゃんとずっとつながってるんですよ、はい、だから愛ちゃんは僕のことずっと覚えてるんですよねもう大好き私ファミリー全員大好き<え>もう愛ちゃんポキーだったらもうすごい「やあーポキー! <laughs>」<laughs> とか結構イベントの司会もねそ<う>一緒にさせてもらいましたもんね本当、ね、だから今こうやってもうすごい活躍だから、ね、もう嬉しくて嬉しくて、ね、ただ愛が、うん「はい 結婚しまししままたた、はい、今お母さんになりもう私も結構行きます手伝い子守にね <laughs>、うん、それで朝ね7時ぐらい起きてアイちゃんで朝ごはん作って子供たちまあ塀は6歳白は男の子3歳、うん、で幼稚園の前にアイちゃん起きてご飯す作るのね、うん、それからお弁当毎日いるよ<ぇ>お弁当作って。 そして自転車乗せて2人、はあ、2> で自転車で送ってアイちゃんが,あいちゃんが <laughs> もう旦那さんと交代交代するんですけど、えー、もうアイちゃんが頑張ってる自転車で送ってすごいよ<ー>そして帰ってもう仕事例えばあの2時間後にアイちゃん帰って送ってから 料理2つ作って<ー>私が面倒見るからもう昼も夜もご飯作るの、はい、子供たちのために<ー>もうすごいよお母さんとしてもちゃんとしてるんするちゃんとする,とするそしてあの例えば10時間仕事例えば10時行って10時帰ってくるんだ、うんはい で帰ってきてまた子供たちの,あのフル入れたりとかでまた夜旦那さんが帰ってくるご飯すくって彼のご飯別のご飯すくってえすごいよ、えーえー、いいね素晴らしい <laughs> <か>らでも最近ほら愛はニューアルバムの「ドリーム出してそう

歌いながらやってましたね。ねもう面白いわいやパワーがあるねご主人もいい優しい彼はもう最高のミュージシャンですよね。もあのボーカルですけど自分のロックバンドでもう本当に彼も二人でねもう時間がねだから結構私いない時ベイビーセッター頼んでるけどもう本当に二人とも頑張ってますでも愛情いっぱい。 子供たちにもね素晴らしいファミリーだでもそれはちゃんとバーバラとね久しパパいますからそうです素晴らしいファミリーだからそういうファミリーもできるということでバーバラは今そうやってベビーシッターも多いかもしれませんが講演活動とかねそうですいろんな人を元気に笑顔するために個展がすごいよ去年5回5回でしょ あちちこっちで,はい、はい、でコロナだから大きいところじゃなくて小さいところでそれであの1月も個展でしたね<ー>、まあ今年はあの2回で東京初めて個展するのいつですか ?11 月3日からい、えーえー、誕生日 <laughs> 3日 <laughs> 3日 <laughs> 誕生日 <laughs>、はい、そうだ、はい、へえ<ー>そうですだから講演会がまあずっと1年100回でした 100回,100回そう公演1年百0 0回でしたけどコロナになってもうできないでしょう,、えー、うまあキャンセルになったりとか、ね、1> 今一1か月2回3回ですうわ、はい、でバーバラ映画をねはいだからそれもびっくりする私絵を描く人じゃないの。 いやいやでもあの絵はもうカレンダーも僕は持ってますしああう <laughs> そうです、うん、もうそれあの14年前から個展始まったけど、うん、絵は新しい挑戦だから、うん、も,うもうすごい燃えてる私絵を描きたい絵を描きたい、まあ、これのバージとかそういうものを作ってるとかう、ねはい、もう楽しい<ー>たまらない,いや,やりたい。<laughs> でもそれがちゃんと商品になってますからねそうですすごいですよ去年130作品作ったはあ<ー>でほとんど全部売れましたうわじゃあこれからもじゃあ作品はどん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 生まれていくわけですよねそうですだからあのもっともっとね、うん、あの面白い書きたいから、うん、もう今書いてきた ですからもう、はい、あの毎日やってますでもそういうセンスがもともとあったということでまあわかんないけど<の> <laughs> サチさんはデザイナーとカメラマンもうサチは自分のこと幼稚園の時にいつも絵を描いた、はいね、私の仕事もあって だから、うわあ、こんな描いたのと。で、私全然絵をダメでしたままが減ったって言った私に。それで私絵を描きたけど、<laughs> 私の娘がこんなデザイン、こんな作ると、<laughs> もう幸が自分の力でもう嬉しいです。で、彼女は世界行ってるあのプロカメラマンで、<laughs> はい 忙しい毎日。ねだからバーバラの才能実はそっちのサチさんの方にも言ってたという。ねいやサチの才能が私いたんじゃないですか。サチが先。そうかそうか。ねね嬉しいです。二人が自分のあの好きなこと見つけたから良かった。だからみんなが講演会とかでバーバラに来たいのは。 どうやったらそんなねうん、うん、子育て大成功するんですかみたいな、はいね、聞かれるでしょう。<す>アイちゃんもサッちゃんも大活躍で、うん、みんな仲良くてみたいな。感謝。でもバーバラですよ、ねはい、やっぱね。まあ私みんなに言うことは、うん、教えないからいいあの子供たちこうしなさいあしなさいこす、うん、してない。 自由にさせたから、ああうん、そっちの方が楽、うん、自分も忙しかった仕事で、あははだから、あの自分を褒めたりとか、でも、も,うもちろん、だめのことは、もうすっごい叱るの。うん、言ってた愛が、<う>怒ったらめちゃくちゃ厳しいって。うだから、もうそれもいいですね。<laughs> やっっぱりはっきりはき これがいい。これはダメ言わないと。で、厳しかったも怒るけど、褒めるもすごいいっぱい,すい、うん。すごい愛情いっぱい。うん、もう怒っても、わってでも終わって、<laughs> オッケー。ニクニクして、ハ、は、イ、い、ハゲして、愛してるよだからね。もうファローするは、愛してるの気持ちでしないとね。うんうん、そうですね。はい、怒りっぱなしはダメですもんね。す,ねはい、すごいな。で今回あの 愛がね、はい、前ほら「ママへ」っていう曲をそうもう感謝の歌ですけど <laughs> バーバラに対してので今回「ドリームで「パパへ」が入っててうもう何年待ってた久しぶりよかった久しパパと思ってだからでその歌詞の中に、はい、そのお母さんが怒った時はね、はい、お父さんが実は笑わせてくれてたんだみたいな お父さんはそういう存在だったので分かったんですよね。ね分かるよね。<laughs> ね<え>もう久しぶりもう嬉しかったですパパ映が出た。<laughs> もうあの愛ちゃんがずっと毎年コンサートうん、うん、パパあのだだもう今度ね今度ねもう何年何年,何年。<laughs> <laughs> よかった、ね、だから彼すごい CD 買った。はい みんなにみんなに「みんなにパパイ入ってる、えー、パパイ入ってるからね」「聴 <laughs> いて聴いて」ねえいやでも本当素晴らしい歌なんで、ね、これもぜひドリームあアルバム発売中ということで聴いてもらいたいと思いますねすお願いします <laughs> さあ愛ちゃんもね、はい、もう「ドリームツアーということで始まりますけども、ねはい、バーバラはサポートでもあるんですか あの、うん、そうそう、5月始める前に、多分忙しいから、あの、東京行きますけど、うん、もう、アイちゃんがいつ私来てほしいは、はははもうスケジュールを、あの、入れる。まあ。アイちゃんの方からお願いとい、そうそう、愛ちゃん、いや、私、 いつ行くわからないためになるのリハーるルの前がいいとか、うん、ああの会場は大丈夫と思います会社がちゃんとなんかもし子供連れてたらまあわかんないんですけどもうサポートしますね<ー>、はい、ということで今スケジュールはこっちにバーン出てますんで九州あちこち行きますんで、はい、まあ鹿児島は 2days ですね大きいとこでそうですね<ー>、はい やっぱりこう地元でのライブはさらに鹿児島弁が愛ちゃん炸裂するということで、はい <laughs> そうそう。もう一番楽しみは鹿児島やっぱり地元がうもういろんなねしてる人いっぱいいるし。はいはい もう力入れてね<え>幸せまあコロナでずっと歌えない状況が続いていたので <laughs> うもう歌える喜びそうライブができる喜び、ね、それがもうすっごくもう、ね、アーティストたちはみんなね,んねもうあの去年もやってたけど半分しか入れないのねだから少ない人数で あので延期とか中止とか、はい、もうずっと2年間そんな感じだからやったーってもう今度30箇所かなですね行くのねだから素晴らしい、はい、ね皆さんもぜひご覧いただきたいなと思いますね、はい、いやー今日はも貴重なお話 <laughs> バーバラとできて。 楽しかったですもうポーキー大好きですよもともと初めて会った時私も愛してます <laughs> ありがとう <laughs> まあ本当にあのこの YouTube ね、はい、たくさんの方にまた見ていただいていとにかく「バーバラに会う」と話を聞くだけでみんながハッピーに笑顔になりますんで、ね、ありがとうございます じゃあこれからも、はい、あのバーバル上村さんの活躍、はい okay. <laughs> いろんな意味でねはいいお願いします <laughs> い最後何かメッセージがあれば何でもいいですけどねもう本当に私のテーマは「Love and Happy と」とあと「感謝」うん、あとは今回はやっぱり「ピースが大事ね、うん、そうですね、うん、でもみんな「ハッピーの笑顔じゃないと世界中は幸せにならないとだから一人ずつ笑顔 ハッピーの気持ちで頑張りましょう。うん、愛してるよ。Thank you.I love you. ということで、今回のゲスト、バーバラ上村さんでした。どうもありがとうございました。Thank you.Happiness.Happiness.